光明寺は、京都府綾部市にある真言宗大五派の寺院。三号は君尾山。本尊は、千寿観音。聖徳太子による改装を伝える古札である。君尾山略記には、水古天皇七年、聖徳太子による改装と伝える。その後白鳳元年、縁のオ津が、主元道の道場とし、縁起年間、第五次改装の消防により、真言密教の道場として中興されたという。 最盛期には、三条三家に七十二房を有したと伝える。現存する、二王門は、胸札の記載によれば、任字三年から県庁五年にかけて建立されたもので、ある。胸札によれば、門の最高には、延暦時彩党院の僧、佐藤師匠が関わっており、この頃は、天台系寺院であったことが伺われる。大英七年十一月、大英の乱の陛下を受けて、本堂、三重東 国家堂、常雪道、陳樹拝殿、行者堂、首郎、坊車を消失した。寺に残る最高官人長により、天文2年以後、地元の有力者である神林氏により、ガランが再建されるが、元気3年戦5 7 2年と天正7年に、明智光秀の焼き討ちに、相再び消失。江戸時代には、領主藤掛氏の庇護を受けたが、寺勢は衰退した。 教法18年1733年には、山下の23坊が消失している。現存する本堂の再建は天保7年である。明治時代初頭には山上に残っていた4坊が、亡くなり、寺勢はさらに衰退した。大正3年、栗、北条、客殿を消失し、同5年に栗が再建されている。二王門三間一個、入りもや作り、区吹きの二十門である。 昭和25年から昭和27年10月まで行われた解体修理で上層の柱から法治2年の牧署名が発見された。また床板に転用されていた胸札が発見され、その記載から門は忍治3年から県庁5年にかけて再建されたものであることが明らかになった。合わせて、永正13年、教皇14年、安政6年の3度にわたり、 修理が行われていたことも判明した。投げしを多用し、仮想の背面と上層には、連合窓を設けるなどはよう基調とするが、頭抜きの木花は大仏様とする。二王像を門の正面側でなく後の間に安置する点が珍しい。中世に遡る二重門は極めて貴重であり、建築年代が判明する点も貴重であり。 修理観光後の昭和29年に国宝に指定された2016年修理が始まり3年後に終わる予定。郵便番号623-1131京都府綾部市むつより町訓備1-1ありがとうございます。